今回は弾丸論破の中で、あまりにもエグすぎるお仕置きを紹介するぜ。弾丸論破の代名詞でもあり、プレイヤーの心をボコボコにする要素ね。というわけで早速見ていこう。とその前に、今回の動画では弾丸論破全シリーズのネタバレを含むから、ご了承の上でご視聴していただきたいぜ。まず最初に紹介するのは、初代弾丸論破一生のお仕置きである千本ノックだ。このお仕置きを受けるのは超高校級の野球選手である桑田レオンだぜ。弾丸論破シリーズにおける一番最初のお仕置きってわけね。正確には一番最初は、ゲーム開始時に流れる宇宙旅行なんだが、あれはゲームを始めたばかりで、まだ世界観をつかめていない中で流れた。それに、やっぱり見ず知らずの人が処刑されるシーンよりも、短い期間とはいえクラスメイトが処刑されるシーンの方がきついぜ。確かに、身近な人が亡くなるのは精神的にしんどいわね。お仕置きの内容だが、非常にシンプルかつ残酷なものになっている。お仕置き開始と同時に、桑田は野球の得点板に拘束され、身動きが取れなくなる。そしてそのまま桑田の目の前にピッチングマシンが現れるんだ。ピッチングマシン。そして一球、また一球と桑田に向かって球がぶつけられたかと思えば、次の瞬間、ガトリング砲のようなスピードで四方八方にボールが放たれる。痛すぎるわ。実際の野球のデッドボールですら選手生命に関わる怪我になることもあるから、このお仕置きがいかに恐ろしいかがよくわかると思うぜ。ゲーム中ではぼかされているが、後に弾丸論破3未来編の描写の中で、主人公の苗木がトラウマとしてワンの頃の仲間の死体を見てしまうシーンがあるが、そこに映った桑田は全身を殴られたかのようにボコボコに晴らしていたぜ。こんな怖いことをしょっぱなから、霊夢の言う通り、このお仕置きの真髄は初代弾丸論破の一生だという点だ。事前に処刑されること自体は明かされていたが、その内容はどんなものなのか、プレイヤーが期待の目を向ける中、そのハードルを軽々と超えてきた。まさに弾丸論破を象徴するお仕置きだと言えるぜ。いろんな意味でファンの心を掴んだお仕置きね。余談だが、このお仕置きの終盤で血のついたボールが転がるシーンがあるんだが、さすがにエグすぎたためアニメ版ではカットされていたぜ。まあ、そりゃそうよね。それから、このお仕置きだけ血の色がピンクではなく赤になっているんだが、これは見え方の問題かもしれないから、ぜひみんなの意見を聞かせてほしいぜ。これでもし赤だったら作者は本当に人の心がないわ。次に紹介するのは、初代弾丸論破2章のお仕置きだぜ。受けるのは超高校級の暴走族である大和田モンドだぜ。一生であんなものを見せられて、その次もまたエグいお仕置きだなんて。お仕置き名はモーターサイクルデスゲージ。こう書いてモーターサイクルデスゲージと読むから、覚えて帰ってくれ。暴走族らしい、カタカナを漢字で表現する方法が使われているのね。さて、そんな大和田のお仕置きだがこちらも言ってしまえばシンプルだ。大和田はバイクに拘束された状態で球場のゲージに閉じ込められる。バイクはトップスピードを維持しているから、大和田はゲージの中で高速回転する。なんだかジェットコースターみたいな回り方をするのね。そのままスピードが落ちることなく回転し続けた結果、最後には大和田の姿のみゲージから消え、バイクだけが中に取り残される。そして最後に機械から出てきたのは、大和田の顔が描かれたバターだ。バター？どういうこと？初めてこれを見た人は、あまりのシュールさに笑ってしまうだろうな。展開が唐突すぎるものね。しかし、冷静に考えてみると大和田は生きたまま遠心分離機にかけられたということ。それがどれだけ恐ろしいかは、想像するにたやすいぜ。確かに、ギャグ風の展開に流されるところだったわ。また、このお仕置きの一番恐ろしい点は大和田がバイクの速さで処刑されたことだ。どういうこと？実は大和田は、希望が峰学園に入る前に自分の兄のダイヤを事故で亡くしている。しかもスピードの出しすぎで事故りそうだった大和田をかばう形で、それは心残りでしょうね。そんな大和田がこの方法で処刑されたとなると、かなり心にくるぜ。自分の罪が自分に返ってきたということね。ちなみに、ゲーム終盤で被害者と犯人の死体が置かれている霊安室に行けて、その死体の数が一つ少ないことが指摘されるシーンがあるんだが、多くのプレイヤーがまあ大和田はバターになったからな、とスルーしてしまったぜ。このミスリードは開発者も想定してなかったでしょうね。続いて紹介するのはスーパー弾丸論破2の一生のお仕置きだぜ。超高校級の料理人こと花村てるてるがこのお仕置きを受けることになる。2の一生、一体どんなお仕置きが行われるのかしら？お仕置き名はズバリとんかつの花村。初っ端から拘束されて海辺に連れて行かれ、目の前にはモノクマが操るヘリコプター。モノクマがボタンを押したかと思えば、無数のミサイルが花村を襲うぜ。思いっきり現代兵器じゃない。と思いきや、実はこのミサイルは殺傷能力がなく、花村は黄色い液状のものをまとわされただけだったんだぜ。そうなの？じゃあ大丈夫なのね。そしてもう一発、今度は巨大なミサイルが花村を襲うが、こちらも殺傷能力はなく、粉のようなものをまとわされただけなんだ。さっきから殺傷能力がないものばかりね。なんでなのかしら？霊夢思い出してみろ、このお仕置きはとんかつの花村だ。黄色い液体と粉のようなものってまさか、その通り、花村はそのままモノクマのヘリで火山の火口に連れて行かれ、そのまま溶岩の中に落とされてトンカツになってしまったぜ。うわぁ、なんてひどいことを。このお仕置きは、料理人である花村が楽に料理される立場になってしまうこと。今回の事件的に花村が絶対悪いとは言い切れないということ。そして何より、生きたまま調理されるという絶望的な絵面が特徴だ。これはワンの一生に並ぶほど強烈なインパクトがあるわね。ちなみに、外伝小説の弾丸論破02、超高校級の諜報員である上白優斗というキャラがいるんだが、あまりにもキャラが被っているため少々ネタにされることもあるぜ。外伝小説とキャラ被りって、なかなかかわいそうなことになってるわね。次に紹介するのはニュー弾丸論破 V3 一生のお仕置きだぜ。お仕置きを受けるのは超高校級のピアニストの赤松楓だ。一生は本当にエグいお仕置きが多いわね。まずはとりあえずお仕置きの内容について知ってもらおうと思うぜ。お仕置き名は猫踏んじゃった。赤松はモノクマに拘束されて、巨大なピアノの上に落とされる。そしてそのまま首にロープをかけられるんだぜ。首にロープ、もう嫌な予感しかしないわ。そしてそのまま、モノクマの子供たちであるモノクマーズによってロープを上下され、赤松の体を利用して、巨大なピアノで猫踏んじゃったを演奏するんだ。文面だけでえげつないわ。もちろん首を絞められている状態で長い間何度も体を上下されたら、どうなるかはわかるよな。こんなに残酷なことって、このお仕置きのエグいところは、直前までの赤松の扱いなんだ。霊夢は、赤松はゲーム序盤主人公として扱われていたことを知っているか？聞いたことあるわ。確かその後に犀原くんに主人公を交代するのよね。犀原が本格的に主人公になるのは2章からのこと。1章は赤松を主人公として、なんとかモノクマに立ち向かおうとする彼女の姿を、プレイヤーは、ある意味一番近い場所から見ることになるんだぜ。それなのに、こんな処刑シーンが用意されているだなんて。他にも、超高校級のピアニストが初心者向けの曲である猫踏んじゃったを演奏し、さらにブーイングを受けて石まで投げられるという状況。赤松の殺人は、黒幕を倒そうとして起きてしまった想定外の事故ということ。実際は赤松の殺人計画は失敗に終わっていて、赤松は犯人ではなかったこと。など、もろもろの理由が重なってかなりエグい内容となっているぜ。そう聞くと、本当にこのお仕置きの残酷さが際立つわね。ちなみに、キャラが退場した後にそのキャラの個室を調べると、主人公の犀原が死者を思って一言頭の中で言うんだが、赤松の場合、死ぬ前に彼女のピアノを一度でいいから聴きたかったと言うんだ。なんだか悲しいわね。それに対してとあるプレイヤーは、いや聞いたでしょ、お仕置きでと言っていたぜ。人の心がなさすぎるわ。最後に紹介するのは、スーパー弾丸論破2の第5章のお仕置きだぜ。お仕置きを受けるのは超高校級のゲーマーこと七海千秋だ。七海さん、確か今作のメインヒロインよね？そうだな、主人公の日向をいつもサポートしてくれるヒロインとして、女性キャラの人気が高い2の中でも、特に人気を博しているキャラだぜ。そんなキャラでも容赦なくお仕置きされてしまうのね。お仕置き名はプリーズインサートコイン。内容としては、まずはスペースインベーダーのような場面から始まる。ナナミと、みんなの先生ことモノミ10体が横に並んでいる中、モノクマのミサイルによってモノミが1体ずつ撃破されていくんだ。この時点でかなり怖いわね。その後、出口を見つけたナナミはモノミを1匹連れて出口に走る。後からついてきた他のモノミたちは、モノクマの戦車によって潰されていくぜ。だんだんと数が減っていく感じがゲームの残機が減っていくみたいね。なんとか逃げ延びたかと思ったら、逃げた先は横長の狭い空間。その中心に座るナナミとモノミだが、両端から巨大なブロックが降ってくる。これってテトリスよね。その通りだぜ。テトリスのように両端からブロックが落とされていき、それらはだんだんナナミたちの方向に迫ってくるんだ。このままじゃ潰されちゃうわ。早く逃げないと。残念なことにこれはお仕置きだ。モノクマが逃げ道なんて用意するわけがない。なすすべなくその場に佇むことしかできない中、ついにモノミが潰された。次はナナミさんの番じゃない。霊夢や多くのプレイヤーの予想通り、ナナミの真上にブロックが運ばれてきた。少しの間を挟み、ブロックはナナミに向かってまっすぐと落ち彼女を潰したぜ。このお仕置きは他のお仕置きに比べて、じわじわと絶望させていくのが特徴だ。一瞬で絶望させることなく、少しの希望を抱いたままにさせる。普通のお仕置きはぬるいとよく言われるが、それを否定するには十分すぎる内容だぜ。制作者がとことんまでプレイヤーの心をズタズタにしてくるわ。ちなみに、アニメの弾丸論破3絶望編でもナナミはお仕置きを受けているが、その内容はゲームとは違く、かつこちらもとんでもなく残酷なんだぜ。2回お仕置きされて、2回ともエグい内容だなんて、こっちのお仕置きはぜひみんなの目で確かめてみてくれ。というわけで今回の動画は以上だぜ。面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。